道議会新庁舎の控室に喫煙所の設置を求めていた自民党道民会議はきょう議員が集まって対応を話し合いました喫煙所を寄贈する意向を示している JT 日本たばこ産業への聞き取り内容が報告され関係者によりますと JT は強力な換気扇やダクトの設置についてすべて負担すると回答したということです。会派には 鈴木知事も税金で作るのは無理と言っているだけだと JT の負担に好意的な声もありますが設置に批判的な議員は屋外に設置すべきだと話しています。